私立名古屋動物園は、かつて名古屋市の鶴舞公園に存在した動物園。1918年に私立鶴舞公園付属動物園として開設されたが、1937年の東山動物園設立に伴い廃止された。1890年、名古屋市の動物省、今泉七五郎は、並越教育動植物園を名古屋市元田町に設立。 その後1910年に、道門前町へと移転していた。同年より、名古屋市は、同動物園に補助を開始するようになった。今泉は、動物園を市に寄付することを希望し、市側も六大都市の一つとして、市立動物園を設ける必要から、1917年、市会にて、全会一致で受け入れを決定、鶴舞公園に、動物園の設立を決定した。 1918年、鶴舞公園内の3242坪の施設に、鶴舞公園付属動物園として開園した。開園時の動物は、獣類79頭、ワニ類2頭、鳥類273羽、カメ類27頭、ヘビ類48頭、魚類52尾であり、すべて今泉七五郎の寄付であった。その後、1929年4月1日に、 私立名古屋動物園に改称した。初年度の入園者は54万7483名と公表であり、1919年からは夜間開園も開始、1925年には3650坪に拡張した。その後も動物園を拡張する動きは広がり、1937年1月に現在の東山道植物園に移転し、 同年3月に閉園した。移転後も、東山の群れと同化できなかった猿を保護するため、猿園舎が、鶴舞公園内に、昭和50年代まで残されていたという。撤去後には、子供の広場が設置された。私立名古屋動物園養卵昭は7年によれば、1931年現在、夏季の動物が存在した。計244種787点。 ありがとうございます。